ありがとうございました。あなたの心の役も地名ただの地名大地学です。はい、こちら島根県八雲にあります熊野大社に来ております。はい、こちらは御祭神がスサノオノミコトでございます。で、ここ2回目なんやけど、ちょっと向こうの方の拙者末社取りは忘れてた、まあ来てよかったなって感じですけど、ちょうどね天候が悪くなりつつある時でして、風も吹いておりますし、で、ここはスサノオノミコトスサノオノミコトフランス人かスサノオノミコトがヤマタノオロチを退治するんですけど、こっち側にクシナダヒ、クシイナダ姫、クシナダ姫で、向こう側にイザナミのお母さんの方のあれがあるんですけどね、でクシナダヒをクシナダ姫をクシに形に変えてそのヤマタノオロチ倒した8人の姉妹たちの最後の残りの1人がクシナダ姫、そのクシナダ姫を奥さんにしてね、なんとその子孫が大国主の御事ということで、またこれも時系列とおかしいんですけども、大国主の御事の娘スセリビ姫の御事を大国主が奥さんにもらうっていう、なんかおかしな話になってますけど、まあ神様がどれでもなるんでしょうね。でスサノオノミコト祀ってる神社って結構あります。あちこちはおるんかっていう話は、まあ五分霊言うてこう魂分けれるから神様いいんですけど、まあ、前のコメントもちょっと使おうかなと思うんでチェンジしましょうか。チェンジチェンジチェンジ、お金チェンジ、お金なんぼ2000円です。はい、あずめさん、こんにちは。あなたの心のしじみ汁大地学です。いや、しじみ汁は必要ですよ。お酒飲む方はね、特にあさりしじみ、あと枝豆などを食べましょう。ビールは特にね。今日なんでしじみか言うとですね、ここは宍道湖が近いんです。宍道湖が近い、まあ、近いの遠いか、あんまり近くないか、ああいうところで松江の奥の方の山の側の八雲というところにあります熊野大社。はい、こちらはですね、御祭神がまたこれも何度目かの、まあ、巡り合わせなんですよね、まあ、同じ御祭神があるということなんですけど、こちらは熊野狼、熊野狼ってあの熊、動物の熊と狼じゃんっていう意味じゃないですよ。熊野狼クシみけぬのみこと、くしみけぬのみこと、はい、という神様ですけども、こちらは別名スサノオノミコトですね。スサノオの神社です。アラミタマです。アラミタマパート3です、これは。はい、あとね、隣にもね、2つ霊殿がありまして、向こう側はイザナミノミコト、お母さんですね、スサノオのお母さんの祭典がある。で、ここのね、お守り、こんななんか串、丸い串、こうね、串の形をしたものがあるんですけども、あれはその串灘姫を串に変えて、スサノオが山田のオロチ退治に行ったっていうことから、それを残り役をもらうためにそういうものを作ってると、なかなかいい、かっこいいですよ、とこです。はい、ここはね、まあ、縁結びの神社でもありますんで、ぜひぜひ縁が欲しい人はね、ご縁を持って、ご縁をいっぱい持ってこちらに来てください。はい、あと何かな、まあほんまに即席でご縁が欲しい人は上海の月下老人に行ってください。
以上です。どうも、画伯です。弱い94歳、満95歳、数え96歳の父が他界しました。突然だっただけにびっくりしましたが、大往生でして、しっかりとお見送りしてまいりましたよ。葬儀は神道式でして、仏式とは全く異なります。日本にはいろいろな宗教の習いが混ざっているので複雑で分かりづらいのですが、喪中とかチョナヌカなどは関係ありません。10日祭に始まり、10日ごとに祭り、神になるためのステップをその都度お祝いします。なので意味明けなどという言葉も本当は当てはまりません。神となるので悲しみではなく喜びとなるのです。ただそういえども親族との別れは悲しいもので、それに気を使い他宗教の習いを用いたのかもしれませんね。50日祭が意味明けだなどと言いますが、それも作り物です。仏教の四十九日に当てたものだと思います。そんな神道式の葬儀もまたお話できればいたしますね。はい、画伯は大丈夫なのかとご心配いただきました。ありがとうございます。とっても元気でございます。まだ足は完治しておりませんが、ささ今回もしっかりと番組を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。熊野大社の創建は神代とされ、火の発祥の神社として日の本火で染めの社とも呼ばれ、出雲大社とともに出雲国一の宮である。火の発祥の地ってのが実に興味深い。そのため毎年10月15日には参加祭、霧火祭りが行われている。とても変わった神事で、この日は出雲大社の宮司が古殿新嘗祭に使用するひきり臼、ひきりきねを受け取るために熊野大社を訪れ、このひきり臼ひきりきねを毎年熊野大社から授かることになっていて、熊野大社の許しがないとできないらしい。この授け渡す儀を亀太夫神事と呼ばれ、出雲大社が納める餅の出来栄えについて熊野大社の宮司が空情を口やかましく言い立てるという、熊野大社が格上だぞと言わんばかりの神事ですね。まあ出雲大社のご祭神はスサノオノミコトの子孫ですからね。その後出雲大社の宮司によって100番の舞が回れます。この時霊神によって琴板という楽器を打ち鳴らしながら神楽歌を歌うのだ。しかし出雲大社の宮司さんがわざわざ来て熊野大社でお祭りするっていうのは面白いですね。そうそう、和歌山の熊野本宮との関係性を伺うと無関係だとおっしゃっておりましたが、熊野村の住人が紀伊国に移った折、分霊を勘定して祀ったのが熊野本宮大社だという諸説があるらしいです。そしてご祭神ですが、イザナギのひな孫カブロギ熊野の狼串三毛布の御事と神そうな名前でして、出雲国風土記にはイザナギのマナゴ熊野にますカムロの御事、いろいろ隠蔽が盛んだった明治時代に覚えにくいし神そうだからこれにしよう
とか言ったのか知りませんが、カブロギ熊野の狼串三毛ぬの御事にしたという、出雲の国の宮津子本来の法祭者であり王六者の一つに数えられている。これも回らないといけませんね。今回は動画の尺が短いのでこの辺で終わりとします。熊野大社へのアクセスは車なら山陰自動車道松江東インターチェンジから約20分、電車なら JR 西日本山陰本線松江駅から市畑バス八雲車庫行きで23分、八雲車庫バス停で八雲コミュニティバス熊野行きに乗り換え、熊野大社前バス停下車約16分、ヤマタノオロチ伝説が残るこの地、雲のつく地名が多いのはなぜなのか、謎とロマンにあふれる出雲国に存在する大社は2つのみ、そんな熊野大社にぜひ一度お参りください。というわけで熊野大社行ってまいりました。はい、やっときっちり父をお見送りしてですね、一段落したところですね、はい、昔の人でね、骨はすごく頑丈で骨も結構残っておりました。関節部分の丸い部分とかもはっきり残ってたんでね、焼き場の人も驚いてましたけども、まあそんな父もですね、スサノオノミコトのとこに行くんではないかと思っております。まあ、熊野大社なんですけど、こちらもすごく素晴らしい神社で境内もすごくいいですよね。でまあ島根県松江っていう町もすごく穏やかな雰囲気の町でして、こちらの本宮跡とかね、上宮跡みたいなとこもあるんですけども、どちらも行ける方は行ったらいいんじゃないかなと思います。まあ、出雲大社も近いですし、出雲大社行く時に一緒に行くみたいなのもありかなというふうに考えております。ということで宍道湖が近いということ、しじみをいっぱいたくさん食べましょう。熊野大社でした。この動画いいと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。よろしければベルマークの通知登録もお願いします。それでは皆様、次回の一旅でお会いしましょう。アディオスアミーゴース。おねえみたいに見上げてみて、きっと全てに意味があるはずさ。世界に素晴らしいことが待ってる。何度くじけそうになっても僕らの未来は歩き出す。僕らの未来は歩き出す。